意識というものが私たち日本国民の意識とは随分と異なっている、危機感を共有していないのではないか、というような感じがいたします。つい先ごろ菅直人総理大臣は、温家宝首相と、立ち話といいますか、中国からこれを会談と認めていないわけですけれども、わずか25分間通訳の時間を除くとわずか8分間の会話を交わした後、日中関係が元のように戻るといいなという感想を述べておられますけれども、このような総理大臣の下で我が国は外交において中国に敗北を重ね続けております。今日はこの尖閣諸島の問題を直接のきっかけにして、日本国がどのような危機の淵に立っているのかということで、日本外交の敗北、中国の恫喝になぜ屈したかということで、日中関係、尖閣問題を中心に、現状と問題解決策について、討論を進めてまいりたいと思います。ご登壇いただいておりますのは副理事長の田久保忠恵先生です。そして一番、その次に企画委員会の塩正子さんです。そして今日はもう一方ゲストをお招きいたしました、山田義彦先生です。山田先生は、海のテロリズム、日本の国境海賊の掟、いろいろその海における国家主権の争いについて多くの著書を表してまいりました。そしてこの尖閣問題についても非常に活発にご意見を発表しておられますので、その観点からかなり具体的なお話が伺えるのではないかというふうに思います。まず一番最初に、この一連の問題を我が国は国家としてどのように捉えたらよいのか、日本が今国際社会の中でどのようなところに立っているのかという大きな枠組みでのお話を田久保忠恵先生からお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは15分ばかりお時間を頂戴いたしまして、私が今考えている所感を申し上げたいと思います。で、外交ですけれども、外交国際問題といいますか、誰も論ずることができる、新聞に出ている材料は山ほどあります。ただこのトリック性というのは マジックといいますかね、これになかなか気がつかない。私も今いい年になってようやく勉強して、こういうものかなというふうに思っているトリック性をちょっと今回の事件で申し上げてみたいと思います。で、これは9月7日に起こった事件でございますけれども、19日まで、これは私はもうあるそれもちょっと大変なんですけれども、ボクシングでいうとジャブ、軽いジャブ、ストレート、それからこの浴びせられた。19日以降、今度はヘビーブロー、ボディーブロー、大きなパンチが出てくるわけですね。それで菅さんはこれグロッキーになったんですよ。で、苦渋に見せて、苦痛に耐えかねてマットに身を沈めたんです。で、これは私は日本の歴史の中でも屈辱的なことだと思います。で、どうしてこういうことになったかというと、マジックというのはですね、一番最初19日まで何をしたかというと、日本の大使が5回呼ばれた。あとで前原さんは、いや呼ばれたんじゃなくて2回は抗議に行ったんだって言うんですが、そんなことはどうでもいいんです。5回呼びつけられて1日は深夜で、19日以降ですね、これ何が起こったかというと、3つ相当きついブローが入った。温家宝、最高指導者ですね、政府の向こうの。ニューヨークで、この問題は必ず報復措置、対抗措置を取る。対抗措置を取るって何ですか。自分が人に迷惑かけたんですよ。対抗措置を取る。その結果については日本が責任を持たなければいけない。殴り倒されて話し出してもお前が悪いんだよ、とこういう言い方。これで震え上がったんじゃない。初めから軍事力を持った国、
軍事力のない国の指導者というのはよほどの強靭な精神がないと軍事力を持った国によってこれはもう暗闇にするんです。完全にそれやられている。温家宝の次にですねレアアースこれをストップするぞってやると。でこれは私もあの、自動車その他に使う、この原料 90% 中国に仰いちゃった、ストップするぞ、これ悲鳴を上げる以外ないじゃないですか。最後には重大な問題ですよ、人質ですよ、藤田の4人で、それも最後に1人ようやく解放あの釈放する。それまでどれだけ我々プレッシャー与えられた、我々じゃないんですけど日本政府なんです、プレッシャー与えられて背後で何やったかまあ全くわからない。私は今あの予算委員会のやり取りを見ておりましたけれども、自民党ももっとあのこのトリック性に気がついていいんじゃないかなと、私は非常に激しい憤りの情報を覚えながら小西さんあの参ったわけであります。でこのですね大統領のトリックというのは私もあの、過去にこういうのいくつもあるけれども大きなインチキを見破った男がいます。これは中国じゃない、当時ソ連でした。1970年代75年に入ったから後半ですね、中国は欧州の正面と、あ中国じゃないソ連です、欧州の正面と極東部に SS20 という中距離ミサイルを展開し始めた。これはあの弾頭3つついてる、1個の破壊力が広島型原爆の3倍です。で、これを4000キロの射程が、で、なんていうか、CER、サーキュラーエラープロバブ、これは半数飛中回、撃った弾頭の半分が半数飛中回400メートル、400メートル以内の範囲に必ず着弾するという、驚くべき中距離ミサイル、これを毎年増やしてくるんです。350機欧州、極東部に100機以上で、この時にこれを何を意味するかということを見破ったのは西ドイツのシュミット首相です。でこれこういうことなんですよ、350機を展開しちゃう、みんながですねこれ何とかしてくれというと、50機減らす、あるいは今より増やさないからお前らはこれをしろ、あれをしろ、これは持った方が主になって持たれた方は従になるんです、主従の関係になっちゃうんです。これは西ドイツのシュミットさん、社民党の党首でしたけれども、これ安全保障を東海時からやってこられた大変優れたあの政治家ですよ。このトリックにあのパッと気がついて、自分は二路線方式をやるって言ったんです。相手と同じ威力を持ったパーシング2と巡航ミサイル、これを国内にどんどん導入すると、で条件を同じくしてその上で123両方で半減しよう、最後にはゼロにしよう、これ二路線方式って言うんです。シュミットのダブルトラックポリシーと言ってですね、私はこの戦略眼っていうか相手のトリックにパッと気がついた。でこれを全面的にバックアップしたのはアメリカのレーガン大統領です。でこれに中曽根さんも途中から気がついた、あるいは中曽根さんが気がついたか他の人が気がついたか知りませんが、中曽根さんの方は何も知らなかったんですけども、欧州正面ではこれイギリスからオランダからどんどん巡航ミサイル展開してる、そのうちにソ連の方がしまった気がついて、とうとうこの SS20 はゼロになった、もう廃棄処分にしちゃったでしょう。これほどの強靭な精神と戦略眼と実力が初めから日本に欠けていったと、こういうことは言えるだろうと思います。からまあ、これいろんな見方があるんですけども、私は日本がこれどういうふうに見たらいいか、国際情勢の中のまた見方というのを申し上げますけども、日本がずっとやってきたのはですね、我々だけが平和を平和平和と言っていれば
周辺国家、周辺国家はみんな平和愛好国家なんだと結構全部に書いてありますね。平和を愛好する諸国の公平と信頼に、公平と、そうですね、公平に信頼を置いて日本の安全保障を図る。これは憲法なんです。これでは国際情勢が変わると対応できませんよ。これも91年の湾岸戦争の時から日本は揺すられてるんです。でそのたんびに憲法を改正しないで、その枠内で拡大解釈ということでこうやってきた。しかしもうこれギリギリですね。あと漁船が50隻、100隻、200隻領海心配したらどうしますか。こちらの両先生がいらっしゃいますので、これは後でゆっくりお伺いいたい、私も、お伺いしたいと思うんですけれども、対応能力ないじゃないですか。で軍事力はなるべく軽武装で経済体力大国をというふうに自分のエゴで勝手にこういうプリンシプルを立てて、初めはアメリカから押し付けられた憲法ですけども、そのうち自己暗示に陥っちゃって、これでいけば大丈夫だと、ここにいよいよ国際環境がこれでいいかね、揺さぶりをかけてきて、ギリギリの段階に参ったというのが現状だろうと私は思います。それからもう2、3分、15分ですから、もう2、3分持ち帰っちゃうかいと思います。初めからですね、こういうトラブルがあるとどっかに落としどころっていうのは、これは右も左もみんな政治家、それが政治家だと思ってる人は多いんですよ。しかしこれ国家試験ですからね、1ミリ、2ミリと、5センチ、1メートルと譲るわけにいかない原則の問題なんです。ところが、なんとか口実を見つけようと思う。でその証拠を3つだけ私申し上げます。一つはですね、戦国官房長官が記者会見で言った、両方の極端なナショナリズムは警戒すべきだ、抑えなきゃいかん。極端なナショナリズム、本当は初めはですね、俺のことを指してるのかなと私は思ったんですけど、これ極端なナショナリズムじゃないんですよ。私の正しいことを正しいと言ってきて、日本があまり左すぎたんで、今なんていうか多少は見直してくれる人もいるかなと思うんですけども、そうじゃない、中国のナショナリズムというのはこうやられて煽られて、大体今に始まったことじゃない。日本のサッカーの選手が、何年か前に重慶でどういう目に遭いましたか、だから日本の大使館が5年前にどういう目に遭ったか、めちゃくちゃにされたんでしょう。このナショナリズムと、僕らが言ってるナショナリズムというのは、ナショナリズムがなさすぎる国とありすぎる国を同じこの線に並べて両方とも危険だって言ってる。はは、落としどころをこいつ狙ってるなと私は思った。それからもう一つ、中国政府は困ってるって言うんですよ。中国政府は世論が激高して、特にインターネットの世代が怒ってる、激高している、自分たちは日中関係を重んじている、その狭間に立って困っているのは中国政府だ、こんな証拠ありますか。これ嘘ですよ。日本の新聞でもこれはね、全紙が書いてます。社説でも書いてある。いかにも自分はね、なんか物分かりのいいような、この何でも知ってるような顔をしてこういうことを書いてるけれども、第一報は新華社通信が、中国の国営通信が、日本の船が、海上保安庁の船が衝突してきた、解説も書いた。それから環球時報という自民日報系の新聞がいち早く社説を書いた、日本家しか、ごうごうたる日本に非難を書き立てたのは誰なんですか。その肝心の中国政府はなんで困ってるんだということ。今に至るまでこの報道はいささかも訂正していないのに、日本側がなんで中国の政府の困ったことを同情げに書いているんだ、あるいは政府高官がこれを公の場で言うんだ、逃げようとしているからじゃないかと私は思います。これは第2の例でございます。もう一つだけあります。これはですね、誰かのお墨付きをが